ジョシュア様に守られるんじゃない。俺たちが守る。さあ、仕事にかかってくれ、アナベラ。今はお厳しいのでな。お任せください。いつでも立てるよう、支度は万全に。ジョコボはもう出発したがってますよ。その調子でキビキビ働いてくれ。いつまでも鉄男に好き。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の果報者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。ははっ、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。夕餉の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。先ほどの手合わせ拝見しておりました。将軍から一本取るとはお見事です。今年の小麦の収穫はどうかしら。戦続きで道が心配。こっちは静かね。ジョシュア、兄さん、戦が不安か。フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。ジョシュアに宿るフェニックスはこの世に唯一の尊い力。いいですか、
あの子に何かあってからでは遅いのです。手抜かりは許しませんよ。承知いたしました。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました、殿下。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。こたびの戦、マザークリスタルの問題だけではありません。風の大陸進出の足がかりを鉄王国に与えることだけはあってはならないのです。わかってる。奴らにロザリアの血は踏ませないさ。父上とジョシアを頼む。お任せください。クライブ様もご武運を。かつて大陸を追われた者どもの国、鉄王国は信仰の名のもとにいずれロザリスを取りに来る。
一度動き出せば奴らは黒の一帯より早くこの地を侵そう。そしてマザークリスタルなくして私たちの平穏もない。民がすがれるものはフェニックスだけなのだ。だがまだジョシアには荷が勝ちすぎる。お前が守ってやってくれ。この命に代えても。頼んだぞクライブ。お帰りなさいませ、クライブ様。どのくらいかかるのです？長くはない。四五日といったところだ。ジョシュアの動向を。お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天啓を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみだから。何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上太鼓を継ぐ身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン。心配するな、クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。そう。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ。それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあ
クライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルの籠があらんことを。我ら炎の神、物騒の羽とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの籠があらんこと。
ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。ゴブリン族、報告の通りだ。このまま奥の方も探ってみましょう。どうかご用心を。やはりいたか。
ライブ様、魔法を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。カイラ、手分けするぞ。この先に村の広場があったはずだが、なんだか嫌な予感がするぜ。誘い込まれたか、クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を向くなよ。やってやるぜ。あとはあいつだけだ。なんだ、おい、こんな奴までいんのかよ。早く立て、ウェイド。来るぞ。今の一撃を食らわねよ。動きをよく見て回避を。ああ、分かってる。自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ。仲間の元に返すな。
たぞ。あいつ。逃げ場はないぞ。止まれ。ご注意を。気を引き締めて語りましょう。
どうぞ。すまない。参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？